子グマのベルボン、ピクニックは最高。1、おや、ベルボンは耳をすませました。誰か僕を呼んだ？窓の外では小鳥の声が響いています。今確かに誰かに呼ばれたような気がしたのですが、ベルボンは首をかしげました。ベルボンはお話し会がなかったこの冬の間、本を読んだりお手紙を書いたりして図書館にこもっていました。今朝もいつものようにお手紙を書いていましたが、今日はなんだか昨日とは違うのです。くんくん、ベルボンの鼻が動きました。この匂いは前に嗅いだことがあるぞ。なんだっけ。クン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 、ベルボンは匂いをたどっていきました。ももちゃんとキウイちゃんが来て押し入れの冒険を読み始めました。ふっふっふ、わしのかわいいネズミたちがお前を食べたがっているぞ。あれ、ここ破れてる。ページの下に破れているところを見つけました。動物たちが特にお気に入りの本は悲しいことに時々こうなります。破れたところは早く直さなきゃ。ももちゃんは押し入れの冒険を置いて修理道具を取りに行きました。そこへキリンさんがやってきました。テーブルの上の押し入れの冒険を見ると、あ、これ面白い本だと思って読み始めました。ワン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 、ラックンがやってきました。キリンさんは本を一人で読みたかったので、ラックンから本が見えないようにしました。ワン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 、キリンさん何読んでるの？ラックンはキリンさんの横から本を覗き込みました。キリンさんはラックンが後ろに来たので慌てて本を持ってくるりと回りました。あれ、追いかけっこするのかな。途端にダックンは嬉しくなりました。ワン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 、ダックンはキリンさんを追いかけ始めました。キリンさんは本を持ってあっちを向いたりこっちを向いたり、とうとう目が回って本と一緒にひっくり返ってしまいました。ひっくり返ったキリンさんはそのまま動かなくなりました。ワン、ダックンはキリンさんが動くのを待っていました。でもキリンさんは動きません。どうしたんでしょう。キリンさんはそのままじっとしていることにしました。こんな風に本をかぶっていたらダックンは本が読めませんからね。
ワン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 。ダックンはキリンさんが動かなくなったので、つまんない、キリンさん寝ちゃったよと思いました。そして向こうへ行ってしまいました。ダックンがいなくなったので、キリンさんはほっとしました。ほっとして本当に寝てしまいました。そこへ羊さんがやってきました。羊さんは本をかぶってキリンさんが寝ているのを見て、私もお昼寝しようと思いました。ねえ、羊さんは本の上にどっかりと腰を下ろしました。びっくりしたのはキリンさんです。うとうとしていたところにいきなりめーって言って何かが乗っかってきたんですからね。ブブブブブブ。キリンさんは羊さんと本を跳ね上げてピューッと逃げていきました。羊さんはがっかりしました。せっかくいい枕を見つけたと思ったのに、枕が逃げていったんですから。めー。羊さんはまた別のお昼寝の場所を探しに行きました。そこへウサギちゃんとペンギンちゃんが来ました。ぴょん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 、ぷー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 。テーブルの上の押し入れの冒険を見つけて2匹で読み始めました。ウサギちゃんとペンギンちゃんは普段は仲良しです。でも2匹で一緒に本を読むときはちょっと困ったことが起こります。どうなるかというと、うさぎちゃんは絵を見たら次のページを見たくなります。ペンギンちゃんは字を読んでから次のページをめくるのです。うさぎちゃんはネズミばあさんを無理にめくろうとして、ペンギンちゃんはネズミばあさんをムキになって押さえました。ネズミばあさんが真ん中から二つに分かれました。ウサギちゃんとペンギンちゃんは顔を見合わせました。ぴょぴょぴょんぴょん、ぴょぴょぴょんぴょん、ぷぷ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 。何を言っているのかわかりません。とにかく大騒ぎです。そこへ修理道具を持ったももちゃんが戻ってきました。まあひどく破ったわね。うさぎちゃんとペンギンちゃんは途端にしょんぼりしました。本は大切に読まなきゃダメよ。ももちゃんは二つに分かれたネズミばあさんを丁寧に一つに戻しました。これで治ったわ。ぴょん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 、ぷー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 。うさぎちゃんとペンギンちゃんは破っちゃってごめんなさい、ももちゃん直してくれてありがとうと言いました。そこへ
キウイちゃんが飛び込んできました。どうしたの、キウイちゃん。キウイ、キウイ。え？みんな早く来てって。どこに行くの？キウイちゃんはこっちこっちというようにずんずん先を行きます。ももちゃんは言われるままにみんなを連れてキウイちゃんの後をついていきました。